こんにちは、TSFCM の中条です。今日はですね、クラスターというアプリを使って空飛ぶ魔法の絨毯をですね、作ってみたいなと思います。こちら、すでに作った方がいらっしゃいまして、本当すごいなと思っていて、で、このすでに動いている絨毯の上に乗るっていうのもできるみたいなので、そういうのもですね、ちょっとやりながら試していこうかなと思います。ちなみにですね、これが、スイス在住の岡田さんという方がですね、作った作品をこう並べてみました。金魚のやつとかいろいろありますと。これが美術館のように展示会のようにですね、写真で見れるようになっていて、このアーティストがどんな作品出してるのかなっていうのを、コロナ禍で美術館に行けないので、世界中どこからでも入れるようにしたいなと思ってやってます。で、この辺がその人の作品ですね、習字のやつで。で、こう唇とかがあって、で奥に右側が野菜かな、果物とかあって、で左側にはこう代表作がずらっと並んでいる感じですね。でこうやって歩いてもいいんですけど、もう少しですね、絨毯の上に乗りながら上の方を見たり、あとはですね、動いてる絨毯に乗りながらこう回って見えるようにしたいなと思ってて、こう前回トロッコ作ったんですけど、トロッコじゃなくて絨毯でも面白いかなと思ったので、ですね、絨毯の上に乗れながら見れるようにしたいなと思ってますと。はい、でここにベンチがあって、こうベンチに座ることもできるようにしたりとかできるみたいなので、今日はですね、そういうのをやっていこうと思います。はい、でこれが実際のフィールドですね。ここにですね、絨毯を置いてそれに乗るっていうのをやっていこうと思いますと。マジックカーペットに乗る前に、まずは椅子を作っていこうと思います。ヒエラルキーの中のプラスマークから 3D オブジェクトでキューブを押してください。そうすると、このような形でキューブができます。インスペクターの中に、このようにトランスフォームでポジションを変えたり、ローテーションを回したり、スケールを大きさを変えたりすることができますが、このスケールで大きさを変えていきます。細長くカーペットのようにしたいので、1.5。高さは 0.1、Y 軸ですね。はい、このような形で少し平べったい四角のキューブを作りました。で、バージョン2021年11月15日以降のものであれば、アットコンポーネントの中にですね、ライダブルアイテムというのがございます。ここに乗ることができます。ライダブルアイテムの中に今このような感じで指定されてるんですけど、ここにですね、新しくヒエラルキーからプラスで、クリエイトエンプティで、名前をですね、シットポジションとしておきましょう。こんな感じですね。このキューブの中にドラッグアンドロップで入れちゃいましょうか。で、キューブの大きさが、幅がですね、Z 軸1なので、ちょっと揃えたいんですけど、座れるようにしたいので、この辺に座りたいですよね。わかりますか？なので、0.5が一番端なので、なんでかというと、ここが1で、半分は0.5。で、0.1開けると、ちょうど座ったようになるので、0.4ですね、多分。0.4にすると、いい感じに座る場所ができるんじゃないかなと思います。で、これでももう座れるんですけど、そうですね、キューブの中に、今キューブになってるので、これをですね、セットポジションに変えていただければ座ることができますが、レフトグリップとライトグリップというのがございまして、ここにですね、手を置くことができます。なので、こう、新しくですね、セットポジションをコピーしていただいて、1個がレフトグリップとしてみましょう。レフトグリップポジション。で、もう一つが、ライトグリップポジションと。しておきます。レフトの位置は少しこっちに移動したいですよね。X 軸で言うと、マイナス側。なので、
ポジションをマイナス0.2としておきましょう。で、ローテーションもマイナス90としておきます。で、今度は逆にライトポジションは0.2手前に持ってきたいですね。右手なので。で、ローテーションも90としておきます。そうしましたら、こちらのキューブの中のライディアボールアイテムのところに、レフトグリップを設定して、ライトグリップも設定してあげましょう。これで座れると思いますので、ワールドアップロードで確認してみますね。はい、アップロードすると、このような画面になりまして、タップすると、このような形で座れるようになっています。座るセットポジションをですね、もう少し増やしたりとか、あとはこの板をですね、動かすようにすれば、魔法の絨毯になるかなと思います。で、右下のここですね、ここを押すと立ち上がるようになる感じですね。はい。また、このちょっとオレンジ色になっているこの四角ですね、こちらをですね、タップすると座れるという感じですね。はい。で、しっかりと手の部分も反映されていますね。デフォルトは膝なんですけど、手をここに置いてねって指定すると、しっかりと手が横に置かれるという形ですね。はい。で、あとはですね、こちらですね、キューブの中で、アットコンポーネントで3つほどですね、追加する必要がありますが、それはですね、全部こちらの空飛ぶ魔法の絨毯を作ってみように書かれています。下の方に行くと、はい、今こんな感じで、デフォルトはこう膝の上に乗るんですけど、さっきのような設定をすると横になりまして、あとはこれをですね、動かすために3つですね、この STEER、スティアアイテムトリガーと、アットコンティニュアスフォースアイテムギミックと、アットコンティニュアストークアイテムギミック、前進と、あと回転ですね、これらを使うことによって魔法絨毯が完成しますので、はい、私も今これチャレンジ中なんですけど、これをですね、魔法の絨毯や、あとトロッコとか、いろいろと応用して、船とか、魚とかにも乗れるようになると思いますので、ぜひですね、やっていただけると面白いのかなと思います。今後ですね、いろいろとアップデートしたら、先ほどの美術館にどんどんと追加していこうと思いますので、引き続きですね、美術館もお楽しみいただくと同時にですね、こちらの YouTube でもいろいろと配信できたらいいかなと思ってますので、ぜひ、いいねと、チャンネル登録していただけると、とても励みになります。それでは、またお会いしましょう。